1957年のデイビッド・ドッチデイビッド・フランシス・ドッチはアメリカの推理作家、スリラー作家、旅行記の著者。デビュー作は1941年刊行。綿密な筋立てと生き生きとした会話、印象的かつ明瞭に描き分けられたキャラクター、異国情緒あふれる土地描写が作品の特徴。旅行にまつわる著作では世界を旅して回る。 ドッジ一家の陳道中が記されており、予算の限られた旅行者にとって実用的なアドバイスや、情報がふんだんに散りばめられたものとなっている。カリフォルニア州バークレーで、サンフランシスコの建築家、ジョージ・アンドリュー・ドッジの末っ子として生まれる。父・ジョージが交通事故で亡くなった後、母はカリフォルニア州南部へと一家の居を移し、ドッジは、 ロサンゼルスのリンカーン高校に通うこととなるが、卒業することはなかった。退学後は、銀行の思想業務員、海洋消防士、公安労働者、夜間警備員に従事。1934年、サンフランシスコの会計事務所、マクラーレングッドカンパニーへ働きに出始め、1937年には、公認会計士となる。 1936年7月17日、マクミラン出版社の編集者エルバキースと結婚し、1940年には一人娘のケンダルが生まれる。真珠湾攻撃後はアメリカ海軍予備役として従軍した。ドッジの出版キャリアは1936年、北部カリフォルニアドラマ協会の第3回一幕劇トーナメントで優勝したことに始まる。受賞した作品、 エイサー・テンマン・ハット・ツー・サンズは、その後、サンフランシスコのザ・バナプレイビューローで出版された。会計事務所の上司であるロイヤル・マクラーレントの共作、クリスマス・イブ・アット・ザ・マーメイドは1940年と1959年に、ボヘミアイ・クラブのクリスマス劇として、上演、再演された。この作品は1961年、ザ・グラブ・ホーン・プレスによって、 ボヘミアのシェイクスピアと題され出版された。1941年、マクミラン社から、諸女小説デス・アンド・タクセスが出版された。同作は公認会計士としての経験を生かして書かれたもので、サンフランシスコの税金の専門家であり気乗りしない、探偵役、ジェームズ・ホイットニーが登場する。ホイットニーシリーズの3作、黒い羊の毛を切れ、バレッツ・フォー・ザ・ブライト・グルーム。 タイマミツユ業者との戦いを描いた、イット・エイント・ヘイも間を置かず観光された。その題材と、初版カバーと再版のペーパーバック両方に付された、心揺さぶるカバーアートのため、この本は今なお、ドッジ作品の中で、収集価値の高いものの一つとなっている。1945年、海軍の現役含むが終了。サンフランシスコを離れたドッジは、採取と共に車で、 グアテマラ旅行に出かけ、旅行ライターとしてのセカンドキャリアを歩み始めた。どっち家けのメキシコ人道中は、ハウグリーンワズマイファーザーに面白おかしく記されている。南米での経験からもう一つ生み出されたのが、二人目のシリーズキャラであるアルコルビーである。国外在住の私立探偵であり屈強な冒険家でもアルコルビーは、ザ・ロングエスケープで初めて登場した。 コルビーシリーズの続編2作も好評を得た後、ドッチはシリーズキャラクターを使うことをやめ、世界各地のエキゾチックな場所で巻き起こるサスペンスアドベンチャーを描いた単独作品に注力した。1952年に出版された、泥棒なり金は、アルフレッド・ヒッチコックが出版前に映画家券を買い取り、1955年に、 ケイリー・グラントとグレース・ケリー主演で映画化したことにより、ドッジの作家人生において最大の成功となった。以後、ミステリー小説と旅行記を交互に書きつつ、世界中でしくじったりねぎり交渉したりする、ドッジ一家の冒険譚を執筆し続けた。1953年に出版された、ザ・プアーマン、エスガイドツーヨーロッパ、A、ティッペシとフォーニッケル。 ナーサーススキンフリンツは、ランダムハウス社が1954年から1959年の間、毎年改定版を出すほどの大ヒットとなり、ブック・オブ・ザ・マンス・クラブにも選ばれた。この本は昔ながらのかつ実用的な旅行本でありつつ、同時にドッジ家の逸話をたっぷりと散りばめたものでもあった。またドッジは様々な雑誌に、 数多くの旅行記事を執筆しており、1948年から1968年にかけてホリデーマガジンの定期機構者であり続けた。1968年、ドッチ夫妻はメキシコのサンミゲルデ・アジェンデに移住する。妻エルバは1973年10月17日に死去。 どっちもそれから一年も経たない1974年8月8日に死去した。二人は共にサンミゲルに埋葬された。本職は作家であったが、真に愛したのは旅行だった。 多くの作家が執筆の材料集めのために旅行するのに対し、自分は旅行費用を稼ぐために書いている、とどっちは好んで説明した。2005年、ハードケースクライムがアルコール B シリーズの2作目であるプランダーをオブザサンを、2006年には完成済みだった最後の小説ザラシとマッチを出版した。 どっち死去の時点で売却されていなかった原稿がどっちの書類の中から見つかったのだ。2010年、ブルーインブックスはデス・タクセスとツー・キャッチ・エシーフを2011年にザ・ロング・エスケープを2016年にコランボーラを再販した。ありがとうございます。